ドナルド・ダック・ダンドナルド・ダック・ダンは、アメリカ合衆国のベーシスト。アイルランド系アメリカ人、テネシー州メンフィス出身。左利き。1960年代から活躍し、ジェームス・ジェ・マーソンと並び、ソウルミュージックの伝説的ベースプレイヤーとして有名。ミドルネームのダック・ワーダナ。1992年に、ブッカーティーザイム・ジーズのメンバーとして、ロックの殿堂入り。 ベースプレイヤー氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のベーシストにおいて第40位。1960年頃よりスタックスレコードの専属プレイヤーとしてオーティス・レディング、サム・デーブ、ウィルソン・ピケット、アイザック・ヘイズ、エディ・フロイド、カーラ・トーマス、アルバート・キング等のレコーディングやツアーをサポート。1970年代にスタックスを離れてからは現在まで フレディ・キング、エルビス・プレスリー、デュアン、オールマン、ロッド・スチュワート、リボン・ヘルム、トム・ペティ、ボブ・ディラン、エリック・クラプトン、今和のキヨ郎、マディ・ウォーターズ、ニール・ヤング等のレコーディングやバンドに参加している。また、パーマネントバンドとしては、ブッカー・ティ・アンド、ザイム・ジーズ、ブルース・ブラザーズバンドで活動。1941年11月24日、テネシー州メンフィスに生まれる。 10歳の時にウクレレを手にし、小学6年生の時に同地に引っ越してきたスティーブ・クロッパーと知り合いになる。16歳の時にベースを手にしスティーブやテリー・ジョンソンらとザ・ロイヤル・スペーズというバンドを結成し、57年頃から活動。後にこのバンドはマーキーズと名を変え、スタックスレコードに出入りするようになる。1964年頃、スタックスのハウスバンド。 ブッカー T& ザイムジーズにルイ・スタインバーグの後釜として参加。1976年に同社が倒産するまで数多くの所属アーティストのレコーディングやライブをサポートした。1970年代からは体制の変わった同社から少しずつ離れ、ロッド・スチュワートやザ・バンドのリボン・ヘルム、レオン・ラッセル等のセッションに参加するようになる。1978年には TV 番組サタデーナイトライブの企画から生まれたブルースブラザーズバンドにスティーブと共に加わり1980年の映画ブルースブラザース1998年の続編ブルースブラザース2000にも本人役で出演した1983年からはエリック・クラプトンのバンドに参加しツアーと2枚のアルバムでプレイし1985年の ライブエイドにも出演した。1990年、メンフィスからフロリダ州パルメットに引っ越す。1992年に、ブッカーティーザイムジーズとして、ボブ・ディランの30周年特別公演のハウスバンドを務める。また同年、同じくブッカーティーザイムジーズと共に、今和の清志郎のアルバム、メンフィスに参加。清志郎の日本武道館公演及び、 全国9カ所のツアーにも参加し、ブッカーティー&、ザイムジーズ、オーティス・レディング、RC ・サクセション等の曲もプレイ。この模様はライブ版、ハブ・マーシーとして CD 化された。1990年代後期に高等眼を患うも回復。2000年代からは主にニール・ヤングのツアーやレコーディング、スタックスのレビューライブやブッカーティー&、 ザイムジーズでのライブ等で活動。この頃デュプリースシンドロームという遺伝子病を患う。2012年5月、コットンクラブ、ブルーノート東京での公演のためエディ・フロイド、スティーブ・クロッパーラと来日。9日から12日までの全公演終了翌日、2012年5月13日朝、宿泊先であった東京都内のホテルで死亡しているのが発見され。 同日スティーブ・クロッパーがフェイスブック上で公表した70歳没シンプルなパターンプレイヤーでありリズムに徹したプレート時に弦を引っ張り上げるほどのハードなピッキングが特徴ベースラインは1から2小節で完結していることが多くフィルインも少ないが中音域を使うことによってメロディアスに聞こえ耳に残るフレーズを多く残したフレーズにはペンタトニックを多用し 八部音符主体で作られていることが多いが多少十六部音符を加え一つのパターンに対し一箇所入れられるシンコペーションがドライブ感を生み出し前述のハードピッキングが生み出す粒立ちの良さと相まって独特なサウンドになっている活動初期より長くフェンダー社の58年生プレシジョンベースを使用したその他のコレクションは 手放したものも含めると30本ほどになるといい。フェンダー社の66年製プレジションベース、同じくフェンダー社から発売された、自身のシグネーチャーモデル、ギブソン社のサンダーバードとグラバー、ギッケンバッカー4001、ポールリードスミス、トラビス・ビーンなどを所有していた。その他メーカー不明の黒いジャズベース、ヤマハビー・ビーの使用も確認されている。晩年は、 ラクランド社のシグネーチャーを使用することが多かった。アンプはアンペグを主に使用、その他ゴリアン・クルーガーやハートキー、フェンダーベースマンも使用している。最後の講演ではアンペグ SVTVR を使用していた。ザ・100グレイテスト・ベース・プレイヤーズ・オブ・オール・タイム。ドナルド・ダック男子が死去米国のベーシスト都内で、日本経済新聞2012年5月14日。 ザオフィシャルスティーブクロッパーフェイスブッ Facebook ダックウェスギャゲルザ・ベイセス・オブドナルド・ダン・ハットラクランド・スカイライン・ダック・ダンありがとうございます